ここがその廃墟か。建設中に火災か、もったいない話だね。お、いたな、歌丸。ああ、孫飛か。あ、なんかこわもての人ね。相当の使い手なのかしら。待っていたぞ。何か待ってたぞ。だ、呼び捨てにしやがって。調子に乗るんじゃない。ひひー、ごめんなさい。なんか雰囲気に乗ってしまいまして。で、こいつは誰なんだ。ああ、うちの幹部の一人、歌丸だ。この廃墟の噂を聞いて先に調査に行かせていたんだよ。歌丸だ、よろしく頼む。で、どうなんだ。このビルに巣くってる連中はいたのか。はい、めちゃめちゃいました。かなりの数です。しかもめちゃくちゃ強いです。うちの部下や周囲のチンピラ連中をかき集めて中を調査させたんですけど、全然帰ってこないし。帰ってこない？そいつらにやられたということか。おそらく。それか孫飛が怖いからあっちに寝返ったのかもしれませんがね。何がプククだ。お前が責任者だろうが。キー、その通りです。ごめんなさい、ごめんなさい。しかし、うちの部下でも手が出ないとなると、かなりの強敵揃いかもしれないな。このまま引き下がるわけないだろ。偉人町の裏社会を仕切る立場として、そんな奴らをのさばらせておくわけにはいかない。うちの部下を可愛がってくれたっていうのならなおさらだ。きっちり借りは返す。さすがは我らのリーダー孫飛。そう言うと思ってましたよ。奴らはここの地下に巣くってます。かなり下の階まであるみたいですから、お気をつけて。お前は行かないのか。私は行きません。危ないですからね。よし、じゃあ行くか。コミジュルの調査隊も捕まってるのかもね。見つけたら助けていきますか。そうだな、結構強いらしい。気合い入れていくぞ。はいよ、行くよ、孫飛。いってらっしゃいませ。この辺は人の気配がしないな。少し休むのも手かもしれない。なんだと？
ああ。ボーイズムを見せてやろう。さて、始めよう。行くぜ。ヘイヘイ、どうした。終わらせる。死にてえやつだけ、かかってこい。
ガンガン行くぜ。よし、ガツンと行くぜ。浅くなよ。ガツンガンガン。やりづらいよ。楽に死ねると思うな。せい。セクシー。そいや。ふむふむ。ふむ。成敗。煩悩対戦。どうしよっかな。ここで決める。セクシー。そいや。ふむふむ。ふむ。煩悩大佐。ゴウゴケヨッドリャワッチ。感知した。脇が甘いな。ハッガッ。潰れろ。ゴウガッ。アッツ。全力でかますぜ。遅いから。問題ねえ。終わらせる。出れる。カモンカモン。あっち受けてみな。よくやった。どうしよっかな。寝てるわ。ガッガッガッ。どりゃ。こいつを食らうという。弱い。悲しみやがる。人生これ成長。これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。え？ああ。
問題ない。